福島第一原発で放射性物質を含む汚染水が海に流出している問題で、茂木経済産業大臣は、基準値以下の地下水の海への放出を検討することを明らかにしまし、た。基準値以下の水の海への放出の可能性も含めた今後の進め方等について、再度早急に検討し、9月中をメドにですね、対策を具体化して取りまとめていただきたい。 茂木大臣は対策委員会で汚染水の海への流出が明らかになった現状は極めて深刻だなどと指摘しましたその上で国の基準値以下の地下水を海に放出する可能性について検討することを明らかにしましたまた基準値以下の地下水の海への放出は地元福島の理解を得られるように努めていきたいとしました